どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 D 払い最大 30% ポイントバックキャンペーンプラスアルファということで解説ねやっていきたいと思います。 D 払いドラッグストアスーパーですね、最大 30% ポイントバック au pay で 10% ポイントバックっていうのはね始まりましたので、一つずつね解説やっていきたいと思います。まずねこちらの D 払いの最大 30% ポイントバックキャンペーンなんですけども、対象店はねドラッグストアとスーパーということですんで、まあ、生活経済圏でねかなり利用しやすいのではないのかなっていうふうに思います。まずね D 払いのキャンペーンの概要ですね。期間は8月3日から8月31日までというふうになっておりまして、こちらね D 払いのキャンペーンなんですけども、ドコモユーザー以外の方でもね参加することが可能というふうになっております。こちらねエントリーがね必須というふうになっておりますんで、利用される方はですねエントリーね忘れないようにしていただいて、こちらの動画の概要欄にですねエントリーのね URL 載せておきますので、そちらね確実にエントリーねしていただいて利用していただけたらなというふうに思います。最大還元率ですね、最大 30% ということで、2店舗回ると 30% というふうになっておりまして、1店舗だけだとですね 10% っていうふうになるんですけども、2店舗回ればね 30% をゲットすることができます。対象支払い金額は1店舗だったら2万円、2店舗回ることができて 30% 還元であれば6667円っていう感じになります。ですのでね、2店舗回ることができれば6667円利用で2000ポイントがもらえるっていうねキャンペーンになっております。支払い方法なんですけども、こちらね D 払いと携帯合算払い、口座払いっていう風になっておりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。ちょっとこちらね後でね軽く解説ね入れたいと思います。こちらの、ポイント付与なんですけども、2020年の9月末っていう風になっておりますんで、だいたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらい後にねポイントが付与されるっていう風になっておりまして、ポイント有効期限は3ヶ月っていう風になっております。でまずですね、このキャンペーンの支払い方法なんですけども、 D 払いと携帯合算払い、口座払いっていうね3つを紹介させていただいたんですけども、この D カード払いっていうのはクレジットカードの設定で払うっていう感じになっておりまして、携帯料金合算払いについては NTT ドコモの回線持ってる方ね、まあ、限定という風になりますんで、私のようにですね D カードを持っていない、またはね NTTドコモの回線がないっていう方はですね、口座払いを選択する必要があるっていう風になります。でこの口座払いっていうのはセブンイレブン ATM でねチャージすると利用することができますので、 D カード持ってない、 NTT ドコモの回線を持ってないっていう方はですね、セブンイレブンの ATM のねここでチャージしてね利用するようにしてください。ちょっとやり方に関してはですねちょっと申し訳ないんですけども、以前の動画でね詳しい解説出しておりますので、そちらね概要欄にリンク貼っておきますので、そちらね確認していただけたらなというふうに思います。で次にね対象店舗なんですけども、こちらはね一部、出しておきますけども、ドラッグストアに関してはセルハドラッグ、ウェルシア、松本清、サンドラッグっていう風になっておりまして、まあ結構ね有名どころがあるのではないのかなっていう風に思います。スーパーはこちらね、出しておきますけども、ヤマヤ、大倉、東急ストア、サミットっていう感じで、まあちょっとね場所によってはね、ないお店もあるのかなっていう風に思うんですけども、今こちら紹介させていただいたのはまあ一部の店舗っていう風になりますんで、対象店舗はね結構ある程度ありますので、こちらもね公式サイトでね確認していただけたらなっていうふうに思います。次にですね、今回の 30% ポイントバックっていうことなんですけども、こちらですね2店舗回ると 30% ということで、1店舗でしか利用しないと 10% にしかならないっていう点がね気をつけていただきたいなっていうふうに思います。またね A 店横浜店で利用しますよね、次に A 店の渋谷店で利用するっていう感じで、同じ系列のお店を2つ利用するとどうなるかっていうと、こちらね 10% 還元にしかならないんですよね。っていうことなんで、同じ系列店は2店舗のカウントに入らないっていうことがね気をつけておいてください。ですので A 店と B 店っていう感じで、まあ、系列をね分けていただく必要があるっていうことをね、ぜひ覚えてね利用してみていただけたらなというふうに思います。
またね、こちらは特に利用料金とかがね、まあ、記載がないっていう風になりますので、まあ、2店舗回った場合は 30% ポイントバックということで、まあ、6667円のね利用で、まあ、2000ポイントをもらえるわけなんですけども、まあ、A 店舗で6660円、まあ、利用する。スーパーの B 店でね、うまい棒1本買ってね、まあ、6670円みたいな、まあ、そんな利用の仕方をしたとしてもこちらね達成することができますので、まあ、こちらもですね一つね頭入れといていただいて、まあ、2店舗回らなきゃいけないんですけども、利用料金のね、まあ、バランスみたいなのは、まあ、特に指定がありませんので、まあ、その点もね覚えておくと利用しやすいのかなっていうふうに思います。まあ、日用品でね6667円の利用ということですので、まあ、かなり利用しやすいキャンペーンではないのかなっていうふうに思います。またね、まあ、私はちっちゃいね子供がいますので、まあ、ちょっとおむつ系をね、まあ、今回このキャンペーンでねちょっと買ってみようかななんていうふうに思っております。次にねちょっとねこちらはおまけ的な話なんですけども、セブンイレブンでも D 払いのキャンペーンが行われておりまして、 D 払いをね初めて利用される方はかなりねおすすめのキャンペーンになってるんですけども、今までね D 払い利用したことある方はね、まあ、そこまでっていう感じなんですよね。セブンイレブンで D 払い初めて利用する方は 25% ポイントバック、これ以外の方は 5% ポイントバックっていうねキャンペーンが行われております。でこちらのキャンペーンの期間なんですけども、8月の1日から8月の16日、こちらもエントリーが必須というキャンペーンになっておりますので、概要欄にねリンク入れておきますので、そちら見てください。でこちら最低支払い金額っていうのがありまして、700円以上の支払いに対してポイントバックが受けれるっていう風になってまして、ポイントの上限は1000ポイント、期間限定ポイントで付与されるっていう感じになります。またね支払い方法は先ほどとね一緒で、 D カード払い、携帯合算払い、口座払いっていう風になります。こちらのポイント付与は2020年の10月末っていう風になっておりますので、こちらのポイント有効期限は付与から4ヶ月以内っていう風になっております。でセブンイレブンの場合はですね、別にキャンペーンがねまたやっておりまして、ロッテのトップを買うと大盛り子のスナック、こちら8月4日までねやってるキャンペーンなんですけども、まあ、これトップを買うとね、まあ、こちらがもらえたりっていうキャンペーンもやっておりますんで、こういう利用の仕方もね、まあ、悪くないのかなっていう風に思いますんで、こちらも覚えておくようにしてください。次にですね aupay のキャンペーンですね、こちらもですね D 払い同様にスーパーとドラッグストアね誰でもポイントバックキャンペーンっていうのがね開始しております。まあ、こちらはね aupay ということで付与されるポイントがコンタポイントっていう風になりますんで、こちらはねポイントバック率は下がるんですけども、ジャルマイルにね交換することができます。ですので、まあ、今回のキャンペーン解説だとポイントバック率を考えるのであれば D 払いを選択していただいて、JAL マイルに交換したいっていうね希望があるようであれば aupay でね利用するのがおすすめっていう風になっております。こちら aupay のキャンペーンの概要ですね、こちらは8月1日から9月30日まで最大還元率は 10% っていう風になっております。還元上限は 1AUID あたり1回500ポイント、1月1500ポイントっていうね上限があります。で、こちらですね最低支払い金額っていうのがありまして、200円以上の利用っていう風になっておりますんで、200円ごとの利用で20ポイントね加算されていくっていう感じになります。ですので対象支払い金額は1回あたり5000円、1月1万5000円までの利用でマックスのポイントがね取れるっていう感じになります。こちら付与されるポイントがポンタポイント、こちらのポイントの付与時期は翌々月末頃に付与するっていう感じになっております。でですね対象支払い店舗なんですけども、こちらねちょっと画像を出しておきますけども、まあ、スーパーとねドラッグストア両方あると思うんですけども、これは偶然なのか何なのかね D 払いのお店と結構ね被ってる店が多いんですよね。これはですね、まあ、どっちかというと、まあ、D 払いがですね aupay の方に、まあ、狙ってきてるんじゃないのかなって思うぐらいのね同じようなねお店が並んでおります。こちらもねちょっと一部っていう風になりますんで、公式サイトね概要欄に入れておきますので、あの対象店舗ね詳しく見たいっていう方は、まあ概要欄からね見ていただけたらなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回はですね D 払い最大 30% ポイントバックキャンペーンプラスアルファということでね、解説させていただきましたけども、先ほども言った通りねポイントバック率を考えるのであれば、まあ、D 払い選択していただいて、JAL マイルに交換したいという希望がある場合はですね aupay のねキャンペーン、利用してみていただけたらなというふうに
思います。でもちょっとね 20% のね差がありますんで、ここはね結構好みが分かれる部分だと思いますので、お好みでねこちら利用してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったお得情報、 ANA マイル、 JAL マイル、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、もしねチャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。